やばい。ギリギリ。ああ。やばい。ああ。出る出る。大会出ます。どうも、アクミンです。もうちょっと最近ね、お腹を壊してしまって、もう下痢なんですよね。まあ、下痢というか、僕はうんちをしたいんですけど、なんかなんつうの、うん汁みたいな。なんか胃液じゃないんだけど、なんか、うん汁みたいな汁が出てきて、すごいお尻がヒリヒリするんですよね。あ、間違えた。これじゃなくて、はい。なんと私、アカメイン、タイトルにもあるんですけれど、プロゲーマー目指します。はい。まあ、いつものね、僕の動画を見てる人からはね、いや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 、アカメインさん、それは無理かと、みたいな感じに思ってると思うんですけど、いや、僕はね、本気なんですよね。いや、本当にプロ目指します。これ冗談じゃなくて。もうちょっとなんかもういつも俺サムネ詐欺の動画ばっか上げてるからさ、こういうガチの時だけなんか信じてもらえないんだけど、もう本当にネタとか抜きに、本当にプロゲーマーになって世界大会を目指します。これはガチです。まあまだね、僕の視聴者の人とかは信じられずに、なんかカレンダー見ながら、いや今日4月の1日じゃねえよな、みたいな感じでね、なんか日付確認してる人たちもいると思うんで、まあ、どういう経緯でね、僕がプロになって世界大会を目指すことになったのかっていうのを皆さんに説明していきます。じゃあまずね、ことの発端から話していくんですけど、まあ、僕ってね、フェンネルっていう e スポーツチームに所属してるんですよ。で、まあ、そのチームにね、所属してるんで、僕のマネージャーがいるんですけど、そのマネージャーが、アカメイン、お前 APEX アジアフェスに出てみないかっていうふうにメッセージくれたんですよ。で、その APEX アジアフェスっていうのは何なのかっていうと、もうアジアのプロとかストリーマーを集めて、オフラインで大会をするっていうのがね、APEX アジアフェスなんですけど、なんとね、その日本代表を決める APEX アジアフェスの日本予選に僕選ばれたんですよ。まあなので、期間限定ではあるんですけど、その大会がね、今週の土曜日にあるんで、まあ約1週間、もうプロゲーマー並みに APEX を頑張って練習して、で、世界大会はね、マカオっていうところで開かれるんで、もうちょっと本気でマジで世界行こうかなと思って。で、まあそのストリーマーとかプロが出るわけだから、周りの敵とかもほとんどプロなのよ、メンバー見たけど。もうプロかストリーマーのなんかプレデターとか。まあだからもう激強なわけ、周りの環境も。なのでちょっと今週1週間はね、もうエーペックスプロゲーマー並みにガチって、もう世界行こうと思うんで、ちょっと皆さんこちらの方応援よろしくお願いします。まあなのでね、1週間プロ並みに練習するっていうだけで、別にプロとかになるわけじゃないです。はい、なんで全然サムネ詐欺だし、タイトル詐欺です、この動画。で、そんでね、気になるチームメンバーなんだけど、まあ、まず一人がね、天下のクレイジーラクーンの川瀬さんということでね、CR 川瀬さんがまず一人です。で、もう一人が、渋春さんかな確か、なんか渋春さんがプロデュースしてる、VTuber 事務所のなんかネオポルテっていうところに所属してる、アルセイヌさんっていうね、まあ、VTuber の方がいるんで、そのアルセイヌさんと CR 川瀬さんと赤メインで、日本予選勝ち抜いて世界目指していくんで、応援よろしくお願いします。チーム名どうしようね。まだ俺本人たちと話してないんだけどさ、まあ、川瀬さんってもともとね、ムカワキンっていうプロチームでやってたわけだから、まあ、なんかムカワキンの一部残したいよね。なんか、なんだろうな。ムカワキンだから、ムキチンカワキンみたいな。あ、違う、これだ、これ、本当になる、これ。で、まあ一応ね、このAPEX アジアフェスがね、どういうものかわかんない人のために、まあ日程とかね、その内容を説明していくんだけど、まあまずね、日本予選の開催日が、まあ今のところね、予定だけど、7月の22日の16時から、20時の15分まで。で、全部で6試合やって、まあ、キルポと順位ポイントを足して、で、最終的にその6試合の合計ポイントの20チームの中からトップ3が、まあ、日本代表として世界に行けるよっていうやつだね。え、これ3チームなんだってか。あれ？なんか俺が最初聞いた話上位5チームだったんだけど、なんか上位3チームになってるわ。多分これ変更あったんかな？え、ちょっと待って、なんか、3チームって聞いた瞬間、なんか、一気になんか、いけない気がしてきたわ。いや、なんか、最初上位5チームが、なんか日本代表として世界行きますみたいに書いてあったから、あ、なんだ、上位5チームか。いや、まあ、イージーみたいな感じで思ってたけど、なんか上位3チームって聞いた瞬間、なんか一気に無理ゲー感出てきたんだけど、大丈夫かな、これ。俺、今まで出てきた大会で上位3位以内に入れた大会、1個もないんだけど。
大丈夫かなこれ。まあまあまあ。ということでね、どうやら上位3チームに日本予選で入らないと世界にはいけないらしいんで、まあ、まずはね、22日の日本予選、上位3チーム入って日本代表選ばれて、まあ、そこからね、世界に行けたらなと思うんで、皆さん応援よろしくお願いします。で、やっぱり、ね、世界に行くってなったらね、その作戦とか考えなきゃいけないと思うわけよ。だからちょっとさ、作戦考えようかなと思って。まあ、まずさ、俺のチームメイトに、その元プロゲーマーの川瀬さんがいるわけじゃん。みんなこれは知ってるかわかんないけど、川瀬さんってもともと日本のプレデターランク1位の人だからめちゃめちゃうまいのよ。まあ、だからちょっと川瀬さんを前に行かせて、で、俺アルセイヌさんがどのくらいの強さかまだわかってないから、まあ、一旦俺がブラハでアルセイヌさんがシア使って、で、川瀬さんパスファインダー使わせて、まあ、俺とアルセイヌさんでスキャンしまくって、あ、超える、ちょ、これやってほしいって言って、川瀬さんが、いや、オッケー、全部やったって言っても、ちょっと俺スキャン奴隷して川瀬さんに3立てさせるムーブでいいか。いや、ナイス、いや、かっけえ、プロゲーマーって言っても、川瀬さんをとりあえずね、無双させるわ。で、まあ、一応ね、俺も腐っても開幕プレデター踏んでるんで、まあ、川瀬さんがね、多分最低2枚ぐらいはぶち殺してくれると思うんで、いや、悪い、俺ダウンした、でもラスト激浪って言って、そのなんか、残り 20HP ぐらいの激浪のやつを俺がしばくっていうムーブにするわ。もう、スキャンドレ、川瀬さんのおしゃぶり戦法でいくわ。これやっとけばね、多分日本トップ3入れるんじゃないかなと思って。やっぱね、他のカスタムとか見てて思うのが、まあ、やっぱね、俺も今までいろんな大会出てきたけど、もうチームで一番上手い人がストレスなくプレイできるようにサポートするっていうのがね、一番効率いいなと思って。もう俺みたいな雑魚が自我出した途端負けるからね。だからもう、とりあえず川瀬さんに合わせる。もうそれが一番いいなと思って。まあ、だからちょっとね、僕は川瀬さんのサポートに回ろうかなと思います。まあ、てかさ、俺、アルセイヌさんはどの辺のランクか知らないんだけどさ、まあ、なんかライブ見たけど、エーペックスやってなかったんだよね、多分。なんか、麻雀とか結構やってたから、もしかしたら裏でエーペックスやっててさ、プレデター常連とかの可能性もあるから、まあ、そうなった場合、俺、いよいよ自我出さない方がいいなっていう。だからもう俺、静かにもお荷物のように運ばれて世界大会行くわ。川瀬さんに運ばれて俺、世界大会行きます、はい。まあ、ていうのはね、冗談で、もちろん僕もね、もう自分にできる精一杯のことをしていきますよ。はい。もうなんなら俺がキャリーするぐらいで行くから、ちょっとマジでね、かっこいいとこ見せるわ。まあ、ちょっといつもはね、なんかソロランクで野良にブチ切れたりとか、まあ、なんか結構ネタ系っぽい動画を撮ってるんだけどね。ネタ系実況者が本気出したら世界大会行けたってめっちゃかっこいいやん。だからちょっとね、今回ね、もうおふざけなしで1週間ガチって、まあ、プロとかプレデター相手にどこまで通用するかっていうのをちょっとやっていこうかなと思うんで、ちょっとね、任せてほしい。はい、時刻はね、7月の18日の午後3時なんですけれど、俺は怒っている。いや、もともとね、この大会7月の16日の日曜日に、ツイッターでね、告知出ますよって言われてたんよ。だから俺、7月の15日にこの動画16に出せるようにと思って、前もって撮っといたの。なんだけど、16日が過ぎても何にも連絡なくて、で、そっから次の日の夜にようやくさ連絡来てさ、で、なんかどうやら大会の告知がなんか遅れるみたいな。もうその告知遅れますよって連絡来た段階でもう約2日遅れてるんだけど、普通告知とか遅れるってなったらさ、その遅れるっていうのが分かった段階で連絡するやん。なのにそのなんか告知が遅れてしまう予定ですって連絡が来た段階でもう2日遅れてんのよ。ちょっと俺不安なんだけど、予定よりも2日遅れてて、今日出るかすらわかんないから、まあ、俺もちょっと今日また夜用事あるから、もうとりあえずこの動画アップロードの準備だけしといて、今日の夜に告知が出たらこの動画あげます。はい。もう俺3日も動画作ってから温めてんのよ。もう消費期限切れちゃう動画の。あと何日だって、水、木、金、土、あと4日後大会よ、4日後。世界に繋がる大会の4日前でまだ告知ないの大丈夫ですかこれ。まあちょっとね、いろいろと不安な状態だし、なんかチーム練習とかまだやっちゃダメって言われてるからできないんだけど、まあ告知が出たらね、もう大会に向けて練習とかやっていきたいと思うんで、はい、まあちょっと告知が遅れてるっていうことで、最後動画の方も尺足んなかったんで補足させていただきました。マカオ行っちゃうにょーん。